お疲れ様です。長倉です。今日はですね、商業出版のできる人、できない人、このね、違いについて話していきたいなというふうに思います。俺はですね、出版塾 TAC というのを原田翔太さんと、ね、一緒にやってるわけですけれども、まあ、そこでもね、よく話してるんですが、商業出版できるかできないかの差って一番大きいところは何かというとですね、実はプロフィール作りなんですね。プロフィールをどれだけきちっと作っておくのか、これで全てが決まると言っても過言ではないかなと思います。まあ、俺も編集者だったんでわかるんですが、まあ、企画よりもね、企画以上にやはり誰が書くのかっていうことは重要なんですね。企画自体はどちらかというと編集者は、ね、自分で考えたいタイプだと思うんですよ。だまあ、俺もそうだったけどね。だそういうふうに考えても、やはりどう考えてもですね、プロフィール作りってのは非常に重要です。で、まあ、この話をするとね、もしかしたら自分はそんなに、なんだろうな、こう、きちっとしたプロフィールがない、そんな実績がない、みたいなことを言う人いますが、そんなことは全然なくて、プロフィールっていうのはね、書き方次第だったりとか、で、もしくはね、自分自身は、すごいと思ってなくても、すごいものを持っていたりとかするんですね。やはりそういうのを見つけるのも、やっぱり編集者の仕事かなというふうに思います。まあ、本とかってそうだと思うんだけど、こうやってね、本、ね、人生28歳まで決まる、よろしくお願いしますっていうことなんですけども、こちらの本とかもそうなんだけど、みんなね、これ多分本屋で見たときに、あ、例えば、ね、27歳の人がね、本屋で見たとき、あ、なんでだろうって手取ったときに、じゃあ、まあちょっと軽く読んでみる。もしくは、必ずね、買う前はプロフィール見ると思うんですよ。先にプロフィール見る人もいれば、後からプロフィール見る人もいると。いうふうに思うんですね。なので、そのプロフィールっていうのは非常に重要です。プロフィール、本を買うときのファクターのね、の中で必ずプロフィールって入ってくると思うんですね。誰が書いてるのか。っていうのが、わかるようにするわけですね。なので、まあ、俺たちがやってるね、出版塾では結構そのプロフィール作りっていうのは重要にしてるし、何かね、パンチが足りなければ、そこの部分もね、指導するというか、これなんでかっていうと、まあ、原田さんとね、僕はですね、まあ、出版だけじゃなくて、まあ、出版塾っていっぱいあると思うんですよ。出版させるっていう意味で言うとね、本当に素晴らしいところもいっぱいあるっていうのは分かってます。ただ、俺たちはあくまでも出版を通じて、どうやってビジネスを展開していくのか、とかも含めてね、考えれる、アドバイスできる人間たちかなと、二人ともね、二人とも著者でもあり、プロデューサーでもあり、企業家でもあると。いう部分があるんでね。なので、そんな感じでやってます。なので、まあ、今日はですね、まとめると、出版できる人、できない人の違いは、プロフィールがしっかり作られているかどうかというところかなというふうに思いますので、本当めちゃくちゃプロフィール重要なんでね、本当に適当な人多いなというふうに思ってます。ぜひ、プロフィール、真剣にですね、考えてみるといいんじゃないかなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。